あなたが選ぶベストショートコント。ありがとうございます。ありがとうございます。まあこのコーナーはですね、まあ今まで僕たちがたくさんのショートコントやってきたわけなんですけれども、その中で一体皆さんはどれが一番お気に入りだったりするのかなっていうのをですね、僕たちのホームページ、パペットマペット大作戦の方でちょっと人気投票をさせていただきまして、まあそれで決定した順位をですね、ここで発表してみようじゃないかということで、それでは早速100位から11位まで一気に見てみましょう。この投票はですね、すごく短い期間で行われたんですけれども、内容に関してはこれ全くいじくってない状態ですので、ガチンコですね。まあ今見てますけれども、ちょいちょいこの丸々とカエルくんみたいなのが入ってきちゃってますね。もう多分牛はいいやっていうことだと思うんですけれども、で74位ラッキーっていうのがね書いてありまして、これ何かなと思ったんですけど、多分ネタじゃなくてですね、マギーさんちのラッキーのモノマネをしたやつだと思いますね。でここ59位電車男っていうのが出てきたんですが、これ全く記憶にございません。多分こんなショートコントないですね。やってないんだけど59位ということで、ものすごいことになってますね。で37、36とかぐや姫と、かぐや姫とカエルくんっていうのがね綺麗に並んでますけれども、牛とカエルのかぐや姫が1票差で負けたということでね、もうこの辺りになってくるともう20位ですよこれ。そして14位になんとこうパペマペとズーミンっていうのが入ってきてましてね、もうそれより好きなショートコントは13個しかないということで、これきついですね。ではトップ10見てみましょう。まず10位、あ、来ましたね、来ましたよ、肉骨粉バニラ味ということでね、なんでしょうこのインパクトの強さ。もう今のご時世決してテレビでやることはできないんですけれども、昔はね牛くんいい時代だったな。時代がいいっていうか、これねほんとひどい、ひどいなこれ。ただこのひどいのを NHK でやったからね、命知らずだよな。ほんとだよ、ほんとそうだよ。まあしかもさらに言ってしまえば、この肉骨粉バニラ味っていうのはタイトルではなくてオチなんですけどね、オチ書かれちゃったっていう感じで、まあ、これがあって、じゃあ次9位いってみますか。9位、愉快痛快、この辺はね結構テレビでもやってたりするんですよ、愉快痛快とかね。じゃあ8位も見ちゃいますか。8位、クビ、これもすごい昔のやつで、あの NHK の某ボールが転がってくる番組で言うなれば、これね初登場の時やってるんです、初登場、1分の1、頑張って1分の1ね。その時にやったネタ全然覚えてないですね。7位も見てみますか。7位、サウナ、で6位見てみましょうか。6位、逮捕、で5位も見てみますか。5位、声変わり、これもある。じゃあ次もう4位までいっちゃいますか。4位、ブロッコリーね、これはね本当にガチですからね、これガチ投票ですからね。俺もねもう体操思いっきりオチを書かれてるんですよね。これは、ね、決してタイトルではないんですよ、オチなんですよ。だからまあ一応ショートコントやろうかなと思うんですけれども、ありがとうございます。それでは、パペットマペットのショートコントやりたいと思います。パペットマペットのショートコント、CM、 ガツ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 、牛まっしぐら、肉骨粉バニラ味、ガツ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 、ブル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 、パペットマペット。ありがとうございます。続きまして、愉快痛快、
くん、愉快痛快だね。僕スーだけだよ。パペットマペット。続きまして首、トントン、失礼します。ガチャ、牛です。またお呼びですか社長。うん、近いね。君牛くんって言ったよね。はい、最近営業成績が伸びていないみたいだね。あー、僕マイペースなんで。あー、そう。まあマイペースはすごいいいことなんだけど、今うちの会社は役立たずの牛を雇っておく余裕はないんだよね。え、ってことは解雇、クビだね。ちょっと待ってくださいよ。勘弁してくださいよ社長、お願いしますよ。ね、お願いしますよ社長。ちょっと首だけはなんとか勘弁してくれないですかね。うん、唇を噛むのはやめてほしいんだよね。うん、もうこれ決まっちゃったことだからごめんね。マジでもうやだな首。そしたら僕どうしたらいいんだよ。あ、一応次の就職先は決めておいたから。あ、本当ですか。よかった。もうだったらこんな会社どうでもいいや。ハゲー、このハゲー、お前な、ツルツルしてんのかと思いきやヌルヌルしてんだよお前は。ヌルパゲこの野郎、ヌルパゲこの野郎お前は。ハゲ、このハゲ、ハゲ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 ー。めちゃめちゃ言ってやっただす。で、次の就職先ってどこですかね。牛丼屋さんだね。そこって時給いくらですかね。グラムだね。材料だね。社長お願いしますよ。ちょっと首しないでくださいよね。お願いします。あ、こんなんかぬるぬるした感じもいいですね。ぬるっとした感じもいいな社長。やっぱいいな社長は、いいな。うん、もうダメだよ、手遅れだね。もうね、さっきもう僕のことパゲって言ったよね。なんかぬるパゲ、ぬるパゲみたいに言ってたよね。まあちょっとすごい心傷ついたからね。もうダメだよ、無理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 。はいはいはい、もう無理もう無理もう無理だよ。じゃあ君はね、もうここクビだけど、どっかで美味しい牛丼になって。それじゃあね。うーん、いろんな意味で首が飛ぶ。パペットマペット。ありがとうございました。続きましてサウナ。カエルくんちって自宅にサウナがあるんだ。うん、入ってもいいよ。やった。パタン、ピッ、ドゥン。これ電子レンジでしょう。パペットマペット。続きまして逮捕。さあおとなしく捕まれ。やだ、どこまでも逃げてやる。なんだかわかんないけど、そこまでしか逃げられないみたいだな。じゃあゆっくりと捕まえさせてもらおうか。パペットマペット。続きまして声変わり。パペットマペット。続きまして自慢。ねえねえカエルくんさ、誰かに似てるって言われたことある？僕言われてもせいぜいパンダに似てるとかシマウマに似てるとか動物止まりなんだよね。カエルくん誰かに似てるって言われたことある？ブロッコリー。パペットマペット、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こんな感じでですね、10位から今4位まで見ていただいたわけなんですけれども、それではいよいよベスト3を発表してみたいと思います。それでは第3位お願いします。あ、すごい。あ、同窓会ね。これはね、なかなかいいですよこれ。じゃあ同窓会をやりたいと思います。パペットマペットのショートコント同窓会。ただいま。
おかえり、牛くん。どうだった同窓会。大体食われてた。パペットマペット。ありがとうございます。ありがとうございます。ではでは、次、2位を見てみたいと思います。2位。年貢。これ2位なんですね。これがね、なんかね、人気あったりするんですね、年貢がね。年貢をやりたいと思います。それでは、パペットマペットのショートコント、年貢。このままでは、わしらの村、おしまいじゃ。こう、年貢の取り立てが厳しくってはの。よし、わしは決めたぞ。大名様のところに行って、直訴してくるだ。何言ってるだ、カエルドン。そんなことしたら、おめの命がねえぞ。いいんだ。おら一人の命で村が助かるんなら、おら、本望だ。カエルドン。わかっただ。おらも一緒に行くだ。牛ドン。大名様、おらたち大名様に言いてえことがあるだ。だ。今年の年貢ですだ。騙しただな。パペットマペット。ありがとうございました。ありがとうございます。それではですね、いよいよこの投票の1位を見てみたいと思います。1位。おー来た。おー、すごい。ショートコントの話でこんなことに。すごい。お、これ。これ。これなんですよ。いやー、これはね、驚きですよね、これ。多分ね、何回かしかテレビでやってないですよ、これは。ちょっと、理由があってね。テレビで途中ちょっとね、とりあえずこのショートコントやってみたいと思います。それではパペットマペットのショートコント、歌。ねえねえ牛くん、僕ね、牛くんの歌作ったんだ。本当？すごいね、それ聞きたい聞きたい。あ、そう、じゃあいくよ。ニグニックニッコップン、ニグニックニッコップン。あ、もういいやもういいやもういいやもういい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 よもういい。なんかもう出だしが悪すぎるわ。いや、こっからどんどん良くなっていくんだけど、無理無理無理、もうスタート地点が後ろすぎるもん。今更追いつけないよ、そんなの。なんか3分クッキングのリズムだったしさ。あー、でもこっから先が良くなるから、ちょっと聞いてごらん。最後まで、まあ、騙されたと思って聞いてごらんね。ニグニックニッコップン、ニグニックニッコップン、お米の代わりがニクコップン。ブル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 。カエル君、カエル君、大方思った通りだった。パペットマペット、どうもありがとうございました。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということでですね、なんと1位は歌ね、まあ、つけた覚えのない、あの変なサブタイトルがついてるんですけど、変な波線でね、歌3分クッキングっていうなんかサブタイトルまでつけていただいてね。それでは、あなたが選ぶベストショートコント